はいどうも、はじめましての方、はじめまして、ネクストレベルのロシェルです。今回はモンスターストライクやっていきたいと思います。月降る夜に、トニシエを、夢む、女神ゼロ。やっていこうか。はい。これケーブル大丈夫か？アンチブロックいるかな？これ初めて見たな。貫通か、いらないな。いないかな。ヒカヤンが、ヒカヤンがフレンド枠に出ていない。おっと危ない。よし。リコールで行こう。これ大丈夫かキャプチャー。はい、というわけで、ワクワクの実確認していきまーす。ハーレックスには怪我兵の力特急エム。同族の絆過激を特急。ヤギュウジュウベに怪我兵の力特急。リコールに、熱き友情の力特急を。まあ、全部自分の4体自分のモンスターで、行くか。さあ、初の、ね、ちゃんとした撮影環境での、ちゃんとはしてるな。ちゃんと映ってるね。どうやんだっけ？確か。ここ。オッケー！ナイス！オッケー！一発目成功。あ、もうここをとりあえずハーレックスのターン、ストライクターン、短くしよう。ナイス。あ、もう痛くない痛くない。あ、ミスった。まあいいや。切り殺せ！え、待って、何で？え、何で爆発した？ああ、こいつが爆発なのね。行けリコル。ちょっとずれるな。ちょっとだけずれるな。まあいいや。ああ、こっちか。なんで？なんで？あ、寒っ。はい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 。ああ。次、こいつが右に来るから、こいつだけ倒しちゃって。そうすると、次。ジューベルいけるか？冒険したくないから、とりあえず下を落とす。あ、ミスった！あ、バウンドさせていけば今入れたな。リコールで、オッケー、こげこっこー、あ、ミスったミスったー、まあいいか。で、ここ運枠です。まあ、わかると思うけど。あんまね、普段つくよみは回すけど、ゼロはやらないからね、覚えてないんだよね。はい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 、とりあえず、ザコ殺そう。一旦で移動だっけ？あー、一旦は途中だっけ？三ターンとかか？とりあえずこいつも一回殺そう。魔導士か、あとは。オッケー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 、ナイス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 。いけるか。あーまあよくあるよくある。あー、はい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 。ハーレックスよ、我が願いよ。あま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 あ、よくある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 。ゲージ外しすぎ、マジで外しすぎ。こう行きたいから。入れるかこれで。あー。マジで？重力出ると怪しいよな。いけるか？あ、行ったわ。止まるかなーっていう気もしたけど、いけたんだね。なんとなく慣れてきた。どうしよう。まあ、怪我ヘリ食ってるから。
あーやばい、ゲージ外して。あーでも外さなくても倒せるか。はいはいはい、まあ、こいつは出てくるでしょ、次のターン出てくるでしょ。リコルはっつけたところでなーっていう感じあるから、ここ全然覚えてないなー。あー、とりあえずうぜえから魔導士一回殺しとこう。あ、やらかした。あー、オッケーオッケーオッケー、結果オッケー。最悪ハーレックスのターン待って、あー、そうか、コッコが分身 SS だから取っておきたいところがあるな。これでずれるでしょ、とりあえず。わあ、そういう感じ。あー、でもハーレックスだったらいけるでしょう。オッケー、ナイス。痛い痛い、地味に痛いのやめて。これだったらリコルはっつけちゃってフレアでダメージ稼ぐのもあり。痛い。リコル行きまーす。世界の半分もらえるなんて。ペタッと強くね。もう設置は完了した。起爆つえー、フレア強すぎだろ。リコルに当たるだけの簡単なお仕事。おー、寝たぞー、気のせいかな。あーっと、あ、普通に死んだ。でもう次の週にはもうリコル SS 打てるから。はー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 、とりあえずこいつ倒しちゃって。え、そ、ドンピシャ、マジドンピシャ。リコルで入ったから、あ、やべ、あー、ずれたー。これ一ターンで多分移動でずれるから、下に来るから下だけ倒しちゃえばいいのか。死なねえよな、多分この一発。死んだー、クリティカル、奇跡のクリティカルです。なかなかナイスだよ俺。ちょっと待って、反応しない。あー、指が震える。あー、またかー。あー、焦った、怖い。できればコッコの SS スタートでザコ全部処理しつつ行きたいんだよなっていうところがある、俺の中では。もしくはハーレックスでスタートして SS でボス1吹っ飛ばしちゃってボス3で撃てればいいかなっていう感じをイメージしてる。あそこに今コッコいるから、起爆しつつ突っ込んでいく感じで。回復する必要はないから、強えな、フレアマジで。怪我減りだからだいぶダメージはね。リコルスタートか、うーん、どうするか。リコタンスタートはイメージしてなかったお。これ多分殺したところでなーっていう感じなんだよなー。で、コッコでスタートしたところで、あー、これでコッコ動けるな。コッコに夢を託して。墨で落書きしちゃうぞ。かわいいんだお。すべてを倒せ。奇跡起きろ。起きない。奇跡そんなものはないんです。いやー、奇跡起きなかったね、やっぱ。全然いいんだけどさ。まあ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 、うちの大先生が SS で消し飛ばせ。消し飛ばすだろ。はい、オッケー。ボス1余裕突破。強すぎる。ハーレックスの偉大さ。
確か左だよね。サイドが。どうしようかね。10ベ。ああなんで？バグった。え、なんで？だから。入れ替わりだから。とりあえずザコだけ処理しちゃおう。これでコッコスタートになるから、上か下かをどっちかうまいこと倒したいんだよね。あー2発いけないか。マジか。この時に倒してもなーっていう感じあるよね。で、結果そうするとまた上で鍛えちゃうから意味ないでしょ。本当はこの時に倒したいんだけど、やっぱり無理か。イライラすんな。奇跡が起きた、奇跡が起きた、奇跡が起きた。ラッキーラッキー。フレア部隊行け。ちょ、一番当たってほしい人のフレアが強い。え、吹っ飛んだ。強くないっすか。トリマヒーリングウォール展開して、トリマヒーリングウォール展開、まだターンに余裕あるから、スピードアップし、回復ちょっとして、倒すなよ、倒すなよ。リコル SS で貼っつけといて、いや、リコルで SS 打つ必要ない、倒しちゃいそうだよね。まあ、レーザーにダメージ与えとくか。レーザーストア。なぜ発動した？倒しちゃっていいか。次のターン、うん、ハーレックスでリコル上がって2ターン余裕でしょう。死ね。はい、フレア強リコル。月の石、とりあえずこれで減らしたらいいなぐらいで。オッケー、ナイス。オッケー、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 オッケー。一周目だ、これはいいよ。ナイス、ナイス、ナイス。ウェル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 。オッケー、オッケー、オッケー。最高のパターン。張り付きまーす。あ、外した。まあいいや。ペタッとな。もう感じない、感じない。リコルを張り付けるだけの簡単なお仕事。ドーン。フレア強すぎる。フレアマジ最強。ドーン。オーケー。いや、やべえ、一回でクリアすること考えてなかった。さあどうしよう、クリアしちゃって周回行く。月読みゼロで7巻。おお、結構落ちたよ。ラッキー。12分かかったね。じゃあ12分の動画、12分30秒ぐらい。お食事の時間です。てるー。今ね、運極がもうちょっとでハクアが1体もらえるんですよね。次なんか行きたいクエスト、行きたいクエスト特にないんだよな今日。60、あと2分待って。なんか別のモンスターでアンチブロックいたっけ。運枠トナコってなんだっけ。
えねえな。アンチブロックだっけこいつ。あー、ワンウェイレーザーの下とか使い道ねえだろ。アンチブロック持ってねえんだよな。つけ耳今ね、間違えて引き換えしちゃったんでね、頑張って運極作ってるんですよ。ないかな、いいの。不動明王もな、作ろうとして途中で挫折しちゃうんだよな。行きたい杭がない。アンチブロックいなくね。アンチブロック、待って、俺アンチブロック持ってんの。それ以前に、いねえ。アンチブロック？アゲハってなんだっけ？あー、クイバタの劣化版。まあ、ブロック自体が需要高いから。そう、クシナルゼロね、周回しやすいんだけどね。ついつい行く時間がだいたい9時だから学校なんだよね。はい、というわけで今回は、月降るようにトニシエに、を夢む女神ゼロ、月読みゼロ行ってきました。なんとかね、なんとかてか、まあ毛が減り M と毛が減り特急つけて、いやまあね、食らうダメージも少ないにすんなりいけました。というわけで、まあ今後もね、まあモンストとかアプリゲーム、まあいろいろとやってきますんで、よろしければまあね、見に来てください。じゃあ次の動画でお会いしましょう。 See you next time。 またお、じゃあな。